全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた地盤の競走馬、最も強い1頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、8番インパストミュー、すっと前につけました。18番アトランティスの謎、先頭に入れ替わります。その後は14番ネップーズ、内側5番ポストドラマレーン、各馬1コーナーを目指します。外を抑えて15番マルマイン、少し差が開いて16番キアイダマサヒコ、6番マイリンメリウス、内から1番ラッキーボス、2番ミヤビ、この辺りが中断。12番赤レンガテラス、少し差が開いて7番フシャチノビジョン、これからバックストレッチに向かいます。1馬身空いて10番ぬかにくぎ男、続きまして17番ライチアルテミス、内から9番記憶の保湿、それから4番新年明けおめ。 1000m の通過タイムは59秒7、外を抑えて13番 JK ムーン、そのうち3番ジェネラルアタック、11番クイーンつくよみ後方、冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は18番アトランティスの謎、差がなく14番レックーザ、5番ポストドラバレーン、好位をキープ、それから8番インパストミュー、各馬大ケヤキの向こうを通過。外を抑えて15番マルマイン、これを見るように内側1番ラッキーボス、外から上がるのはキアイダマサヒコ。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、3頭が先頭を争っている。レックーザわずかに先頭か、400を切って先頭レックーザ、そしてアトランティスの謎レックーザ抜け出した。ポストドラマレーン少し離れて追走、残り200を切った。マルマインもらえにかかる、レックーザさらに差を広げにかかる。さあ勝つのはどっちだ。レックーザ先頭でゴール、勝ったのはレックーザ。鞍上は古川奈穂騎手、レックーザブリーダーズカップを制しました。2着マルマイン、3着は混戦の模様です。